ボイスどうやって選べばいいのっていう声がよくあるんですよね。男性女性問わず必ず好きになる椅子になってるんです。これです。こんにちは。こんにちは。インテリアの話の時間です。大塚家具のつくまです。若林です。今日は後悔しないダイニングチェアの選び方ということで。お、大きく出ましたね。はい、まずは、失敗しないポイント、これをお伝えして、最後私たちの椅子またご紹介しましょうか。 おすすめの椅子をご紹介させていただきます。はい、まず一つ目ですね。奥までしっかりかけた時の、奥行き、はい、深すぎないか、これ大事なポイントですね。深すぎるとこういう形に座るようになりがちですので、食卓の椅子としては非常に適切ではないのかなと思います。続いて2つ目のポイント、はい、しっかりとかけた時の、足の角度ですね。しっかりとつくかどうか、はい、実際にお店に来られて選ばれる際には、もし足の高い靴を履かれているようであれば、スリッパに履き替えて選んでいただくとか、ご自宅にいる想定で選んでいただくといいのかなと思います。座面までの高さが42センチ前後の表記をされているお椅子を選ばれるとご自宅でも合わせやすいかなというふうに思います。シート配という座面の高さをチェックしていただきたいなと思います。 SH って書かれていることもありますよね。そうですね、 SH というふうに書かれてますね。では続いてのポイントなんですけれども、はい、かけていただいた時にあまりにこうふわっとした座り心地だと、膝頭がこう上がる形になって、一応お腹が圧迫されてしまうので、座面がふかふか しすぎると沈み込みすぎちゃうということですかね。食事をこういうふうにするというふうになるとあまりお腹を圧迫すると食べる量が少なくなっちゃいます。まずい。まずいですね。、はい、最後に4つ目、肘がついているお椅子になっていますが、しっかりとテーブルに入るかどうか、これは確認をしていただくといいと思います。あ、問題ないですね。問題ないですね、この椅子の場合は。はい、はい、これ座弱っていうふうに言うんですけれども、はい、このテーブルの高さと、椅子の座面の高さ、ここが25センチから30センチの、差があると、心地よく座れる高さ、相性がいいっていうふうに言われています。ではここからですね、おすすめのお椅子ご紹介していきたいと思います。はい、今回5選でいいですか。5つ紹介します。はい、こちらなんですよ。お、好きです、この椅子。日本の秋田県、まあ、秋田木工、何度か曲げ木のブランドとしてご紹介している秋田木工で作られているハンナチェアというチェアになります。可愛いですよね。もう圧倒的に形が可愛いです。はい、これ実はウィンザースタイルというスタイルのチェアになっていまして、イメージしていただくとこう、まあ、イギリス発祥のデザインなんですけれども、こういう丸型のところに同じようにデザインされている椅子なんですが、逆の形になっていて、ちょっと現代風にしかもコンパクトに作られているので出入りもしやすいですし、はい、ちょっとかけてみてくださいよ。失礼します。あ、奥行きちょうどいいです。そうですよね、割とこう女性にも人気がありますし、私が座っても全然平気なんですけれども、うん、あとカラーがこのブラックとホワイトとどちらもマットで用意をしているので、はい、まあ、こういうナチュラルな木のテーブルに合わせるのも素敵ですし、はい、あともっと濃い、まあ、いわゆるウォールナットですとか、もっと黒っぽい家具に合わせるのも素敵ですし、こうテイストをミックスしてインテリアで遊びたい方、ぜひおすすめしたい椅子です。ちょっと私からこちらのクレセントという、まあ、飛騨産業の、チェアなんですけれども、座るととても気持ちがいいんですけれども、まずはちょっと見ていたいくらいの、もうちょっと見てくださいよ、この綺麗なチェアのフォルム。一本一本のですね、足がすべて曲線で外側にこう跳ねているようなラインが取れていて、普通の椅子ってやっぱり直線になりがちなんですけれども、そうですね、はい、やっぱり曲線って一個一個手間かかってますからね。そうなんです。あとはこの肘の部分、はい、もう本当に滑らかなんですよ。すべすべですよね。すべすべです。早く座りたいです。ありがとうございます。まだです。一つ最後にちょっとお見せしておきたいところ、はい、ここなんですよ。ここですか。ここもう
なかなかねかけると、見ることがないんですけれども、この部分の太さから、細く削り出しているので、接合の部分だけを非常にこう厚みを持たせて、かつこう触っていただいた時につかみやすいような、まあ、男性女性問わず必ず好きになる椅子になっているんです。この握りやすさで立ちやすさ座りやすさ変わってきますからね、はい、お年寄りなんかはつかみやすいので、うん、立ち座りしやすいのかなというところですね。そうですね、はい、ではせっかくなんで座ってください。あもう、はい、座りたかった。どうでしょう、これです。座面が実は板座という、ま、木のベースのまま、座面を形作ってるんですけれども、硬いですか。硬いんですけど痛くはないですよ。痛くないですよね、はい、すごくこう不思議な構造で、座繰りといって、これも職人技なんですけれども、人が座った時に心地いいように木の座面の部分を削り取った加工をしているので、だからお尻が痛くないですね、はい、むしろ座面の 木肌がすごく気持ちいいぐらいに感じられる。あとこれ目に見えない部分、これぜひご紹介したいんですけれども、はい、座面の部分の塗装ですね。塗装、はい、これがお尻が滑らないように加工されてるんです。なんかこう小学校とか中学校の椅子って座面がツルツル滑っちゃって、わかります、前に出てやってたんですけど、はい、これ全然滑らないで、ね、びっくりしますよね。うわ確かに。じゃあ私からも同じウォールナットのダイニングチェアご紹介させてください。はい、あれ今もしかして動きました。もう気づいちゃいました、はい、もうこれからご紹介しようと思ってます。あ、お願いします。こちらね、アネロという商品でして、はい、比率木工、日本のメーカーで国産の ダイニングチェアになってます、はい、もう気づいてしまったんですけれども、もうこの商品の見どころは回転をするというところが、こんなに一周できるんですね。もうぐるぐるです。くるっと、ぐるぐると回ります、はい、でこちらのアネロという名前なんですけれども、はいはい、イタリア語で輪っか、リングっていう意味があるんです。あ、なるほど。あ、しっかりデザインに使われてますね、はい、そうなんです、はい、でそのね、こう輪っかを作るのに一つ一つ接合している箇所、実は注目して見ていただくと、あ、こことかこちらとかですか。はい、はい、なんですけれども、こう触っていただくとどうです。一切感じないですね。わからないんですよ。これはすごいかも。滑らかな職人技術を感じますよね、うんうん、これすごいです。全然気づかないです。よかった。いいですね、回転。今までこう回転チェアってご紹介していなかったんですけれども、はい、回転するとですね、うん、ダイニングから少し抜けてキッチンに行く時とか、リビングに行くっていう時なんかにもすごく使いやすいですし、うん、ダイニングからテレビを見たりっていう時に少し椅子を回転させるだけで、はい、こういう風に出入りするっていう感じですよね。そうなんです。なるほど。で私ちょっと気づいてしまったんですけど、はい、ここ肘がなんかね、先ほどのクレセントと比べるとなくてちょっと不安だなって思ったんですが、はい、自然とここにちょっと手が行くんですよね。これ不思議なんですけど、もう滑らかで肌触りも良く、はい、なんかちょっとこう握りたくなるような。そうですね、はい、フレームとちょっとアームが一体となったようなデザインで、つくまさんがおっしゃっていただいたように少しここ前に出るような傾斜をしているので、膝の裏に当たった時にあたりが痛くないのがこのね、アネロの商品の特徴になってるんです。とっても滑らかですね。滑らかで気持ちがいいですよね、うん、ぜひ体感していただきたいですね、はいはい、で私の方からもう一つちょっと全く違った異素材のダイニングチェアを紹介させてください。異素材ということは木じゃない感じですか、ね、木じゃないです。あ、じゃあ行きましょうか、はい、はい、こちらレイラというダイニングチェアなんです。また先ほどまでと全然雰囲気違いますね。違いますよね、はい、まずは素材が違います。あ、なるほど、はい、座面、背もたれともに合成皮革を使用していて、はい、足がですねスチール素材です、うん、シャープな感じで、はい、スタイリッシュというかモダンというかかっこいいですね。そうですね。あ、この何ですか、ちょっとしたこうクッション性、はい、これ気持ちいいですよ。もう今まで板座にかけていただいたからだからと思うんですけれども、はい、少しクッションがあって、うん、当たりが優しいので、うん、ちょっと長く座っていても疲れにくい素材になってますね。そうですね、沈み込みすぎるわけじゃないので、こう長く座っても
お尻も痛くならないですし、ちょうどいいクッション性、これいいですよ。そうです、はい、ありがとうございます。またですね、少し先ほども触れましたが、はい、素材合成比較になってま す, す、ね、ありがとうございます、はい、何がいいかって、合成比較なのでお手入れが簡単なんです。なるほど、あれですよね、台所用洗剤を水で薄めて、はい、もう拭いて、あとから拭きしてきれいに拭き取れば汚れも落ちるっていう。はい、お家にあるもので簡単にできますので、合成比較ぜひね取り入れていただきたい素材の一つです。はい、実はここの部分の形状、ここですね、少し穴が開いてますよね。はい、何がいいかというと、はい、椅子が引きやすい。あここに手がかけやすい。そうなんです。確かに普通こうすると、そうなんですよ、はい、重たいじゃないですか、はい、そういったことをせずに手をかけて椅子を引くことができるので、なるほど、小さいお子様が自分で椅子を引いて、うん、自分で座ることができるっていった点でも選んでいただくことの多いダイニングチェアになっています。あ、やっぱりだから人気なんですよね。そうですね、はい、使い勝手もいいっていうところ。はい、はい、最近いいなと思ってる椅子があって、はい、一脚お持ちしますね。お願いします、はい、こちらなんですよ、お持ちしました。また違った素材ですね。はい、少しこう若干起毛したような感じのムラ感が出る生地で、布ですね、ま、布張りです、はい、これ北欧の、若手のデザイナーたちが結集して作ったブランド、はい、ウォンというブランドの、デザイナーズチェアなんですけれども、はい、フォルムから優しいです。座り心地いいですから、あ、もうリラックス、はい、腕も安心しますよね、はい、で非常に広いように見えて、背もたれのこの部分、あ、確かにしっかりとホールドされる感じが、はい、ぜひ、ね、体感していただきたいんですけれども、うん、安心感がある掛け心地になってて、かつこの部分は広いので、はい、足をちょっと組んだりとか、自宅だと私結構余裕があんまり良くなかったりするので、ね、崩したりするんですけれども、うん、それが非常にしやすくて、長く体勢を変えながら座れる椅子になってるんですよ。いいですね、リラックスできるダイニングチェアですね。はい、斜めにこういう風に座っていただいてもいいですね、うん、こんな感じでテレビとか見てもいいですね。あ、そうなんです、ここの辺りがちょうどいい、私の腕とジャストサイズです。 ありがとうございます。この座面の部分の丸柔らかいフォルムで、ちょっとボリューミーなところで、足の部分は、シャープで華奢なところっていうのは、はい、まあ、私が思う北欧らしさが結構詰まっていて、間違いない、はい、モダンなものから木目調のテーブルに合わせていただいても素敵ですし、非常に合わせもしやすいですよね。ということで、本日は後悔しないダイニングチェアの選び方、というところと、まあ、私たちのおすすめしたい椅子を5点ご紹介してまいりました。大塚家具にはまだまだ魅力的なダイニングチェアたくさんございます。ぜひご来店をいただきまして、知識のあるスタッフでご案内をご提案させていただきますので、お近くの店舗までお越しください。また、ご来店いただけない場合でも電話や LINE、Zoom でのお問い合わせも、受け付けておりますので、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。はい、最後にこの動画気に入っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタングッドボタンお願いいたします。お願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。